私の友人が古い紙問屋さんの蔵を借りて友達と個展を開きました。陶芸と絵の展示会をやっている紙クラブです。小諸市の中央通り旧北国街道沿いにあります。この街並みはとても綺麗な街並みです。この方が佐久市出身の陶芸家です。息子さんも一緒に来ていまして、息子さんも一緒に陶芸をやっているとのことです。壁にはやはり佐久市出身の方の絵が描けられています。魚と自然の栗です。この陶芸作品は佐久市出身の神奈川の方が焼いたものです。こんな面白いデザインがあります。クモの巣ですね。金だそうです。椿が落ちるという書きます。サンマです。これはハヤですね。内藤さんでしたよね。昨夜よくいらっしゃるんですか。そうですか。最近来ます。ああ、そうですか。今までは来ようと思わなかったでした。そうですか、はい、今回はじゃあ茂木さんの誘いで。いや、その前からちょっとやっぱり年の周りですかね、田舎っていうのも、それから今住んでる茅ヶ崎が海辺、やっぱり俺は山で生まれたんだなと。微妙な山ひだの紅が住んでいく姿は海にはないんですね。年とともにそんなことが懐かしくなって、それでそもそもは母親の実家が百姓やってまして、その米を年間お願いして取りに来るようになったんです。あ、なるほど。やっぱりうまいわっていう。あ、なるほどね。はい、でだんだん昔の友達がこう増えてきて、お前来るなんて一杯飲もうかみたいな。そうすると今度大根持ってけようとか人参持ってけよう、トウモロコシが取れたからボツボツ来いやとかね。なるほど、田舎の良さを再認識ですね。そうですか。一つ田舎についてのあの思いをいろいろ聞かせてくださいよ。どうも先日ありがとうございました。どうも、いやいや、どうも。大勢いらっしゃいますね。大勢。この方が絵描きの茂木さんです。クラシックカーレースに出たり、障害者のボランティア活動をしたり、多彩な楽しい人です。